袋来ました。ありがとうございます。はい。いや、このステージで袋は正直怖い。持ち帰りたいぞ。でも、やだよ！はっ！や！やだー！やー！はい、ということで、先ほど、まあ、見ていただいたと思うんですが、ごめんなさい。僕はフクロウって言ってましたけど、ごめんなさい。コングです。あれ、入手してたのは。入手してたのコングなんですけど、はい、まあ、金のコングにならずということで、まあ、金のコングっていうか、まあ、2体目のね、コング入手ならずということなんですけど、最近ね、まあ、今ちょっと画像貼ってると思うんですが、随分と、コングが多い。はい、コング、金のコングを入手されている方がかなりいるので、今んとこ僕が見た中で、一応スクショしたのは2枚なんですけど、もう一人いました。でもちょっとスクショ、ちょっと間に合わずに、ちょっと取れなかったんですけど、だから、ね、多分、この、要はプレゼントボックスですよね。そっから、激レアスキンが大量に出てくるっていう、ケチャラからは宝箱取れませんな。これは諦めましょう。さすがに取られてしまう。このステージだと、今回ジョーカー使っております。はい。そう、烈火の炎のジョーカーが大好きすぎてね。できればそんな感じのジョーカーだったら嬉しいなと思っていた時期があったんですが、残念ながら、まあ、ジョーカーってゲット、これ、いいね、今回はどうだ？おー、いいね、今、ブラックバーンがいましたね。取られますね、これ、諦めましょう。ここだ。君のは取らせ、よし、青旗一個、ボットなのか。オッケー、誰か、オッケー、5枚 !5 本は素晴らしい、負けてんじゃん。負けてんじゃん。とりあえず、まあ、このステージはね、宝箱2個あるところはそんなにないので。てか、あっても取り合いになるので。まあ、ここでちょっとがっつり取っていきましょう。いや、ケチャップと、負けんぞ。負けんぞ。君には取らせない。すまないな。ケチャップよ。ケチャップよ。君には取らせません。取らせませんぞ。何度でも言ってやろう、この言い方。お、トライアングルさんがいますね。ちょっと待って、トライアングルさんには挨拶しましょう。すいません。いや、違う。ケチャラに行ったわけではないぞ。さあ、ケチャラさんかな。お、青鬼ウイルスに感染してる人がいる。いいなぁ。はい！よし。どうだい？私は最近アイテムを取るのが非常に早い。そう。これなんでかというとですね、まあ、その分ですよ。まあ、回線が正直言うといいんですよね。で、だから、その宝箱が他の人だとまだ1秒遅いのに僕の場合1秒早いと。その代わり、毒切り来るのも早いんですよ。だから毎回そういう戦いには不向き。しかし、この宝箱を取ることに関しては、完全に私の有利なのだよ。負けておるぞ、ちょっと待ちたもす。待て。どうする？どうする？いける？いける？いける？大丈夫？本当に？本当に大丈夫？いけてるね。ありがとう。二人もいる！いやー、ちょっと待って。いやー、ちょっと待って。これ、多いんじゃないか、ケチャラーさんが。すいませんね、トラス。ほーん！ほーん！違う。今違うの。今、まあ、いいや。言い訳は不要。敗北者はただ去るのみ。ではもう一回行きましょう。ちょっとあまりいいプレイができておりませんでしたが、まあお任せください。次こそいいプレイをお見せできればなと、想像しているトライアングルさんでございます。ありがとうございます。おっと、これはそんなことさせんぞとばかりに、おそらくこれボット部屋ですね。さすがに、ボット部屋でやるつもりはないかな。ボット部屋、まあ、逆に言うと、ま、いっぱい取れると思うんですよ、ボット部屋の方がね。青逃げもしやすいから、プラス15本だっけ、青逃げすると。にもなりやすいし、その、まあ、ボットってあんまり宝箱開かないので、まあ、正直言うと、ボット部屋の方が旗は集めやすい。しかし、やっぱり楽しいじゃん、ボットじゃない方が。その、取り合いというか。あ、負けないぞ、みたいな。そっちの方が個人的には好きなので。まあまあでも、まあ、それに関しては人のね、勝手というか、いいとは思うんですけど。おー、ブラックバーン。そう、なんかブラックバーンゲットしてる人いっぱいいるんですよね。羨ましすです。はい。全然ゲットできずですね。で、ここら辺が多分ボットかな。ボットちょっと待って、マヨネーズ多いってことは、これプレイヤー絶対あれでしょ？ケチャップさん、多いわこれ、フレンドさんできてない？困るべや行きましょう。よろしくお願いします。いや、累計だからいいでしょって思うかもしれないんですけど、やっぱり、この試合に僕は勝ちたいんですよ。累計でももちろん勝たせていただきますが、この試合でも私は勝たないといけない。そう、そんなお年頃。そしてもう本当にこの青鬼オンラインさん、もう確かにこのイベントも最高でござる。しかし、まあツイッターを見ていただいたら皆さんわかると思います。皆さんのツイッターの反応ね。まあ多分青鬼運営さんも見てることでしょう。やっぱり、旧ステージっていうアップデート、復
活っていうのが一番のアップで、間違いなく。もう C 面ともちろんいいですよ。俺もすごい楽しいし、今後ずっと多分続いていくことでしょう。しかしやっぱりこの旧ステージでこそ青鬼オンラインって感じはする。まあ今までのステージも良かったですよ。前までっていうかね、新しい新ステージも良かったけど、やっぱりね、なくなってわかるね、その旧ステージの良さというか、なんだろう、このなんて言えばいいんだろう、このね、やっぱり追われ続けるというか、結構旧ステージの方がバランスっていうか、ステージバランスは絶対良かったんですよ。その逃げやすさとか、その戦いやすさとかね、そのバランス的に考えると、宝箱の位置とか、やっぱり多分ね、ちょっと待って、いっぱいケチャラさんに取られております。ハブ太郎さん、待って、いただこう。いや、ケチャラさん、私はあなたたちを絶対に取らせません。そう、あの皆さん、マヨネーズか。あー、待って、取られた、しまった。あー、取れたけど混乱しました。大丈夫、落ち着け、大丈夫、何にも問題はござらん。そう、私は上に行こう。いや、今回は上、ちょっと上に行ってみようと思う。おー、いっぱい宝箱があるでもないか。素晴らしい。これもしかしてボットか今、僕、いや、来てるな。てか、まず、ケチャップつけてる時点でボットではない。ケチャップつけてる時点っていうか、ケチャップな時点でボットではないはず。まだボットはケチャップとか持ってないはずなんでね。この、今の。来ましたよ。大丈夫ですね。はい、いただきましょう。ちょっと、数字が見えません。数字が見えないケチャップに囲まれてる。マヨネーズ。あ、いいでしょう。マヨネーズ代表として、先めましょう。そう、ハンバーグ師匠ならぬ。マヨネーズ師匠ね。マヨネーズ、ありがとうございます。さあ、これでうるさいと思わせた時点で、私の勝利は確定している。そう、確定率です。うるさいって思ったらあれですかね。勝利、ね、パチンコよくわかんないけど。勝利、やべっす！オッケー。いや、ギリギリ地味に勝ってるぞ。残り6本。ダメそれ、なんで今すり抜けましたべや。今すり抜けたべや。疑惑の判定、そう、アメリカ製のジョー・ギブソンですね。ジョー・ギブソンじゃないわ。あれ？ジョー・ギブソンじゃない。ジョー・ギブソンはメジャーのあの、シゲノゴロのお父さんの、お父さんデッドボール当てたし、まあいい人なんだけどね、ジョー・ギブソンはね。まあ僕メジャー大好きで、はい、ここに隠れてればバレないんじゃない？いや、これ絶対バレないでしょ。あ、ボブ・デイビッドソンだ。そう。疑惑の判定、走者が西岡剛選手の時にね、犠牲フライを上げたんですよー。ですよ。よーし、じゃあ、クリスマススキン、ちょっと一回引いていきますか。はい。まあ、ということでね、とりあえず今回は、コングというか、金のコングですね。はい。が、まあ、結構、もう入手されてる方がいて、実際見たんですけど、超かっこいい。やっぱり、まだフクロウと大仏と、仙人が、意外と大仏仙人、なんかすぐ見つかるかなって思ったんですけど、やっぱり一周年記念というか、うわあ、我が輩の指示通り、嘘でしょ。単発ぞ、まで単発ぞ、奇跡起きだべや。もうスキン選択でしょう。もちろんこの子にするに決まってます。え、いいの？むしろありがとうございます。やっと、やってみるもんですね。いいですね。いや、皆さんなんかキング持ってるから羨ましいなって思ってたんですけど、やったです。これで僕、現実世界からじゃなくてゲームの世界では王様になるそうです。はい。いや、これはキング使いたいから、もう一戦やっぱりやろう。はい、行きます。やばい、キング入手してしまった。いやね、なんか何回か、そのキング、まあ拝見させてもらってたんですよ。で、最初は、ジャックの方がいいんじゃないって思ってたんですよ。最初見た時ね。キング、まあいいけど、みたいな。まあいいけど、やっぱりジャックでしょって思ってて、で、戦い見てるうちに、キングの結構クオリティが高いんですよね。その横、ちょっと今からお見せします。横がね、すごい僕好きなんですよ。なんか結構、その僕、結構僕の実況ね、見てくださってる方だったらわかると思うんですけど、そのね、正面っていうより僕スキン、その、横とか後ろに僕こだわってるんですよね。確かに正面もいいんですけど、その横を見た時に、あ、すごいいいなって結構僕言ってると思うんですけど、この後ろとかね、この横が特にね、結構好きなんですよ、僕、このキングの。なんて言えばいいんだろう、このね、この杖の感じとね、杖をその上下に振って、で、手は横に振るっていう、すごいね、バランスがいい動きをされるんですよね、このキング様は。
だから個人的にはすごい好きですこれ。あ、ちょっと待って、同じチームだからいいや。とりあえず同じチームは、取りません。同じチームの方のはね。しかし私はここ取らせていただく。あ、あそ、ねえ、どうする、あ、いや、あそこちょっと取り合いに混ざった方がいいね、あれ多分。ちょっとケチャップ、ケチャラーの方の、ちょっと、ちょっと待って、旗の数が尋常じゃないぐらい差があります。落ち着いてください、トライングさん。大丈夫です。はい。いや、落ち着きませんね、これ。落ち着いてられない。ちょっと待って、これはまずいんじゃないか。人が明らかに少ないぞ。これ多分ボット部屋で、ボット部屋でいっぱいですね。あ、まずいですね、これ。ちょっと待って。これ止めましょう。この進撃のケチャラの、ケチャラさんの、ちょっと進撃を止めたいと思います。はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっとカジさん呼んできますね。ちょっと声優の、はい。進撃の、よし、取らせる。あ、でもちょっと待って、マヨラーの人もいる。待って、マヨラーの人も来ちゃったな。どうする？しかし、これは、なんだ、なんだ。いや、いやー、ちょっと待って。にゃこの人止めよう。この人止めよう。この人が行くとこ我ありっていうことにしよう。そうしよう。こうやってやって、この人が行くところ我ありと、さしていただこうぞ。すまぬな。あなたのものは、俺のもの。俺のものは、君のものだ。さあ、すまぬな。これ多分、このんだほさんに多分今、めっちゃブチギレられてんだろうな。こい、このクソキング野郎みたいな。絶対思われてる。そんな自信がある。しかし私はローラースケート持っているんです。そう。こっからの逆転あるのか？ちょっと待って。こんな大差ついたら、なに？この手で来たか？させません！ごめんなさいね！あははこれ、絶対今もう、あれだよね。多分、もしお子さんが見てた、お子さんがプレイしてたとしたらもう絶対二度と青鬼オンラインやらないっていうところまで追い込んでしまったかもしれない。いや、これ今一瞬ミスった。お、取れた。お、え？何？すり抜けただと。大丈夫か？大丈夫か？いやー、ちょっと。落ち着いて。大丈夫よ。諦めないで。こちらに来なさい。いや、しかし、ここは、いや、逆に言うとここで守ってくれてると考えよう、これ、青鬼が。守ってくれてないじゃん！おかしいじゃん！なんで来るの？いいよ、もう来なくて。もう来なくて、帰りなさい。そう、帰れー。よし。さあ、ここで取っていくぞ。取ってきます、取ってきます。でもこれ、毒切りが多分、いや、でもガスマスクあるから。もしかしたら有利かもしれない。そう。そうなんですよ。青逃げすればいいんですよ。15個一気にもらう。ちょっと待ってー、毒切り、毒切りがあっちの方が早い。死にたくねー、死にたくねーよー助けておくんなまし、やだ、悟空助けてくれー、ちょっと待って、死にたくねー、死にたくねーよー、ちょっと待って、どうして助けて、いやー無理ー、これなんであなた死なないのね、教えて、なんであなた死なないのねえ。ね、なんで死んでまうん、ちょっと待って。なんでわし、おお、勝ったわ。なんか勝ちました。やったぜ。まあまあまあ、これ青逃げしてプラス15枚。なんか音が消えた。38本。まあまあまあ、いいでしょう。ありがとうございます。はい、ということで、まあ今回ちょっとキング使ってみました。いやー、奇跡起きたな。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。